ところこれから麦なんかが植えられるんですけれども、この辺りはねひまわりなども植えられるんですね。まあ、ひまわり買った後なんですけど、でちょっと他のアンダルシアより遅いんですよ。ここのクエンカに向かう途中のひまわりっていうのは8月ぐらいのひまわりなので、ずっとね、斜面から左の方にかけて十何基かあるんですね。10基ぐらいだったと思いますけれども、今日は本当にこのガスってるんでよくね見えないですけれども、だからここのね、このど田舎の町の人たちはあの風車があるためには本当に観光客いろんな国から来ますから、いろんな国の人を見てると思うんですね。ここはめったにないんですけど、雪が降ったのがでしたっけね、去年の1月ぐらいでしたか。その時はもう登れないですね、もちろん。入りません。もう写真タイムだけですので、カメラだけお待ちください。バッグ類も中にもちろんお持ちいただいても
ていただかなくても結構です。イヤホンも必要ありません、ね、たまにはあのイヤホンの紐付きじゃない写真も写してみてください。でこのようにね、こう これから、プエルトラピテというところでトイレストップをしていきます。前のグループもね、同じところでトイレストップをするんで、ちょっとでも先に行きたいってやつなんでしょう。でも大丈夫、トイレがいっぱいあるから。そこは前はすごい少なかったんですけれども、拡張してトイレたくさん作ったんですね。ですから多少列が長くても、ね、まあ、すぐ順番が来ますので大丈夫です。ここはやっぱりね、学生のこう社会見学みたいな感じのが多いですね。今は10月なのでそんなことはないんですけれども、だいたい6月の初めぐらいになると、もう美術館、博物館、もう小さい子どもから大きい子ども、もう学校の先生も、もうそろそろ夏休みにやるから今更みたいな感じで、みんな社会見学に連れ出すんですね、外に。はい、コンスエグラの風車群でした。この上に、はい、大きなコンドです。今ちょっとね、お出かけ中ですね、お留守のようです。帰ってきた。あ、本当